はい、どうも皆さん、キジオです。戦国恋姫オンライン応援紳士やっていきます。前回は越前平定編12章入って半分ぐらい、そうですね、4話まで見たとこですね。武田松平の本体がちょっと遅れ気味に来てるっていう話で終わってんったかな。まあなんか光ちゃんにもね、考えがあったっぽいので、うん、まああんまり心配はしてないんですけど、うん、トドちゃんとかね、あのコナちゃんがちょっとブー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 言ってたのでね。いやー、まあ光ちゃんはわざと遅れるとかそんな無駄なことをするような子じゃないので、まあ大丈夫でしょう。ということで行きましょう。ケンスケー、ヤッホー。お疲れ様、ややエーリカ。堺に戻ってたややがエーリカを連れて小谷に着いたのは、越後への出発を間近に控えたある日のこと。ややちゃんだ。そっか、マリちゃんはあれか、毒されてたか。ちょっとマリマリおひさん、ウェイ。ややさん、堺からの物資の護衛ご苦労様でした。有岡とおひさんのところに戻るついでだったし楽なもんよ。ほい、これ補給物資の目録ね。ならすぐに確認させてもらいますね。お姉ちゃん、ちょっと行ってくるよ。ちいこさんは相変わらず働き者ですね。ほんとええ子。うん、そう、ガチャで引いた後ね、ちょっと一回まあ頑張って育てて使ってみたんですけど、ほんまに強い。ちいこちゃんめっちゃ強かって、うん、だから仲間が全然やられやんくてね、ちいこちゃんが最前線で踏ん張ってくれるからほんまにいい。だから石に余裕がある人はぜひともちいこちゃん狙ってほしいと思ったな、あれは。うん、ふふん、自慢の妹だよ。エーリカもお疲れ様。酒井はどう？今のところ鬼の動きはありません。大阪城のご婦人も順調ですし、機内の警護は白百合さんが後詰めに入ってくれています。ヤタガラス隊の皆さんも明日にはこちらに到着できるそうですよ。まあだんだん揃ってきとんな。うん、あ、でも梅さんたちはケンスケに会いたいって。ああ、俺たちもなるべく早く戻りたいよ。雫、梅、コロの3人は大阪城の不審や、機内警護の関係もあって堺で留守番することになっていた。あ、そういえばそうやったな。うん、正直越前攻めでこの3人に抜けられるのは痛いん。あー、越前攻めにもこうやんのか。あー、そっかそっか。でもだからって機内をガラ空きにしてもいられないのが辛いところ。あ、結構しんどいな。うん、この3人おらんの辛いな、健介隊にとって。まあでもその分やっぱ他の家がまあ協力してくれてるけど、いやー、そうなんや。あー、マジか。まあでもしゃあないけどな、機内をガラ空きにもできやんし。もっともそれは無行さんを美濃の後詰めに残しているクオンたちだって変わらないんだけど。ああ、麦穂さんも出やんのか今回。ああ、そうなんか。ややさんはこの後どうするんですか？うち？鬼退治なら手伝おうかなって思ってっけど、ケンスケ隊に置いてもらっていい？まあ、一旦ね。もちろん加勢してくれるなら大助かりだよ。でしたらもう一つ、ややさんとひよにお願いしたいことがあるのですが。なんかある？私も？はあ、え、なんやろ、あの二人の共通点でなんかあったっけ。あ、うん？あ、でもお家流覚えたっていう共通点があるか、新しく。あ、でもひよちゃんのお家流って今あるような、ひょうたんのホログラム出すだけやもんな。まあ分からんけどな。そうですか。ああ、大阪城のご不審も順調ならば上々です。初めて見る背景やな、この茶室みたいな。これも
笹田様のお口添えのおかげですわ。私は何もしておりませんよ。手柄とあらば、そこに利を見出したエゴ州のものでしょう。して梅殿はともかく、今日の小寺様はどういったご用件で？あら、笹田様ならすべてお見通しなのでは？そんな大層な真似はできませんよ。そんなことができては、それこそ浮世のすべてが退屈になってしまうでしょう。はい、今回ご相談にお伺いしたのは。まあ、何まあで終わるのすごい気になるんやけど。お兄ちゃん、あ、教えてくれやんの？そうか。その日の晩、小谷城の廊下を歩いていると、声をかけてきたのは誠とおいっちゃんの浅井夫婦だった。あ、浅井夫妻か。うん。どうかした、おいっちゃん。3人でお風呂入ろうよ。いいですね。ちょ、ダメ？ダメっていうか、そういうのは夫婦でするもんじゃないの？ケンスケ君も夫婦なんちゃうの？一応この二人も嫁なんじゃない？そうやで。兄様、僕たちと兄様も。おい、ケンスケ君忘れたんか？二人一緒に外でしたん、お前。俺は忘れてないぞ。まあそうなんだけど、やっぱ入れる時に入っとかんと、そういうのは。そうなんだよな。誠はおいっちゃんと夫婦だけど、二人もおいと戦う仲間だし、揃って俺の側室にもなってくれてる。女の子同士で夫婦っていうのは、正直今でも、ね、ちょっと違和感があるんだけど、それを言ったらクオンとユイナだってそうだし、この世界ではそういうものなんだろう。まあ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 、女の子同士の夫婦っていうのはいいもんじゃない？うん。それにイチたち、お兄ちゃんに奥さんらしいことができる機会ってなかなかないでしょ。まあそうやな。だからまこちゃんと話してね。結局この二人ともつながったん、その外でした一回だけやしな。うん。ねえ、いいでしょお兄ちゃん。そうだな、まことがいいなら。僕だって兄様の妻ですから。それはその覚悟くらい。せやな、覚悟はいいか、俺はできてるってやつやな。うん。朝倉と戦う覚悟を決めたかっこいい誠はどこに？やっぱあれやな、浅井長政と誠ちゃんは別人やからな。あのかっこいい。うん。それを言わないでください。やっぱ普段はこうやってなんかボーイッシュでパッと見かっこいい感じのまこっちゃんがこうね、なんか普段はね、なんかモジモジしてて可愛いとこがいいと思うから。うん、この子は。もうまこっちゃんだらしないよ。イチと入るときと同じようにすればいいんだってば。それはちょっと無理じゃない？イチと二人のときとは違うだろ。おいっちゃん、普段誠とはどういう過ごし方を？あ、お兄ちゃん、そのお話聞いちゃう。教えて。ね、うん。で、まあお風呂入ったと。で、まあ夫婦の時間を過ごした。あとはご想像にお任せしますみたいな感じでええかな。うん。あ、まだか。なるほど。あの、おいっちゃんとまこっちゃんのラブラブ夫婦生活の話を聞いてたわけやな。うん。負けた。俺もクオンやユイナとはラブラブだって思ってたのに、おいっちゃんたちの方がすごいことしてる。ああ、どんなことしてんやろ。ほんの2つ3つのエピソードを聞いただけなのに、おいっちゃんとまことのラブラブっぷりは圧倒的だった。まあ、クオンちゃんは多分な、恥ずかしがるからな。うん。
まあそれは多分まこっちゃんも一緒なんやけど、おいっちゃんのパワフルさに押されるからな。まあでもクオンちゃんと、あ、ちゃうわ、ユイナちゃんとケンスケくんも一応二人になってクオンちゃんのことを、うん、なんか、うまいことまとめるから結構そういうことすると思うんやけど、なんかな、やっぱおいっちゃんのパワフルさの方が強い気するでな。うん、聞かれて、これから僕どうやって兄様たちの顔を見れば。まあでもいいんちゃう、もう家族なんやで。別に恥ずかしがることなんてないのに。お兄ちゃんもお姉ちゃんにしてあげればいいんだよ。いや、ちょっとぜひしてほしいな。そうだな、うん。どんなことなんやろマジで。何の話をしているんだ。いいところに。あ、クオン、クオンも一緒に風呂入ろう。風呂。何回か入ってるやん、もう。いや、おいちゃんや、おいちゃんやまことからいろいろ聞かせてもらってさ、これは負けてられない、負けてられない、負けてられないなって。湧いてきた。風呂なだけに湧いてきたな。うん。ケンスケとお風呂ならマリも入りたいの。まあでもそうやんな、今やもう奥さんはいっぱいいるからな、ケンスケくんと風呂って聞いたら入りたいっていう子もいっぱいいるやろうし、それこそケンスケ隊の子たちだってね。姉ちゃんずるいぞ。おだったら三日月も入りたいぞ。まさかの。ならお兄ちゃん、私もヤギリちゃんも入りたいよね。どういうギリちゃん。カオル、何を言ってやがりますか。ヨギリちゃんはこういうの恥ずかしがる子なんよな。うん、いや、いいよな。って、みんなどこにいたの。どこでもよかろう。まこと、オダギの風呂なら大丈夫じゃない。カザちゃんが興奮してる。もう多分これ止めれへんわ。お兄ちゃん本当にモテモテだね。嵐の前の静けさか、あ、戦の前の平穏か、いずれにしてもオダニの夜はそんな調子で吹けていくのだった。 あとはご想像にパターンな。いやー、そっか、なんせやな、嵐の前の静けさ。っていうか今配信されてんのここまでなんよな。うん、結局全部見てしまったな。ということで、え、どうしよっかな、マジで。一旦、なんか、イベントが来るか、別のガチャが来るか、あの、ストーリーの更新が来るまで、一旦、休みってことになるよな、これやったら。別に、だって今来てるやつで、だって遠征イベントとかも別に言うことねえしな。なんていうか、まあ自分はもう一通り終わって無限区間っていうのをやってるんですけど、別に言うことねえからな。うん、言うことないかな。うん、各自で頑張ってとしか言いようがないというか感じなんで。国取りももう今更言うことないよな。まあ一応ちょっとだけ言ったし。って感じなんで、まあなんか更新され次第って感じですかね。まあ、それまではなんか一応一つ違うやつ、新しいシリーズ始めようかなと思ってたり、で今までちょっと止まってたやつも一個あるのでそっちもやる感じになると思うんですけど、まあまあ一旦ちょっとこのゲームはまあお休み。まずなんかこういうの検証してほしいとか、これ動画にしてほしいなっていうのありましたら、この応援紳士でね、まあコメントしていただければ、もしかしたらやるかもしんないですねっていうぐらいのスタンスでいます。
はい、ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。